こんにちは、ゆあです。はじめましてですかね。ゆあのとこに来てくれて嬉しいな。よろしくお願いします。私まだまだ慣れないんですけど、一生懸命頑張りますから。受けるえ、その会話とかちょっとエッチなこととか。うまくできるかな。お手柔らかにお願いしますね。やっといてなんですけど、見られてるとやっぱりちょっとドキドキする。ありがとうございます。どうすればリラックスできるかな。よし、笑顔こうですか。こうかな。ありがとう。おかげで緊張が解けてきたみたい。お礼に何か一つお願いも聞いてあげようか。よし。しょうがないな。じゃあ行くよ。よし。またドキドキしてきちゃったよ。みんなが盛り上げてくれて嬉しいな。じゃあみんなのお願い聞いちゃおうかな。よし。もう分かったよ。じゃあちょっとだけだよ。恥ずかしい。本当にちょっとだけだからね。いくよ。よし。恥ずかしいけど喜んでもらえるならもっとサービスしちゃおうかな。もっともっと優愛のこと楽しませてね。どうかな。その
私の体で興奮した？よし。よかった。みんなが私を見て興奮してるとか考えるとちょっとドキドキしちゃうかも。え？大きくなってるの？何が大きくなってるの？そうなんだ。ならもっともっと大きくしちゃおうかな。みんながすっごく興奮してくれるから私まで興奮してきちゃったじゃないですか。興奮して体がほてってきたよ。恥ずかしいけどもう少し脱いじゃおうかな。よし。じゃあ脱ぐね。ちゃんと見て興奮してね。受ける。脱ぐよ。見える？受ける。どうですか？なんか私が私じゃないみたい。エッチな私をもっと見てくださいね。体中が凝っちゃって誰か揉みほぐしてくれないかな。よし。本当？じゃあお願いします。強く。気持ちいいです。受ける。受ける。本当に揉んでもらってるみたい。気持ちよくさせてくれてありがとうございます。鍵がかかってるな。
間食っちまった。取らせやがって時間食っちまった。キリュウさん、早速トレーニングされていきますか？ああ、頼む。では、トレーニングルームへ。それではキリュウさん、どのトレーニングを行いますか？こいつを頼む。かしこまりました。それでは準備いたしますね。さあ、始めますよ。ブリリアント。パーフェクト。
素晴らしい。パーフェクト。素晴らしい。もうちょい早く。パーフェクト。素晴らしい。パーフェクト。集中して。ブリリアント。さあ続けていきますよ。では桐生さん、次はどのトレーニングを行いますか？これを頼む。かしこまりました。それでは準備いたしますね。それでは開始です。この調子です。パーフェクト。ブリリアント。パーフェクト。ブリリアント。パーフェクト。グッディ。ブリリアント。パーフェクト。ディ。ブリリアント。オーケーです。これにて本日のトレーニングは終了です。それでは評価の方ですが、完璧じゃないですか。実に無駄のないトレーニングでした。さて、それではお食事の時間です。今回おすすめのメニューですが、わかった。それでは桐生さん、頑張ってくださいね。しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
時間食っちまった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。もう一度あの子と いらっしゃいませ。ありがとうございました。しばらく寝てろ。
らっしゃいませ。取らせやがって。時間食っちまった。
しばらく寝てろ。しばらく寝てろ。いらっしゃいましたね、桐生さん。それでは今回の食事評価ですが。そして今回のライズアップチャレンジの評価ですが、トレーニングは完璧でした。次からは食事を意識です。これで今回のライズアップチャレンジは終了ですね。お疲れ様でした。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。おっほう、ダメです。もっと他のものを探しに行きましょうね。やだ、私ははるかちゃんのグッズが欲しいの。はるかとと、はるかちゃんのグッズって言ったって、そんなのもうどこにも売ってないじゃないの。探せばきっとあるもん。はるかちゃんのグッズがいいのもん。売ってたとしてもはるかちゃんはダメよ。あの子のお父さんは悪い人なの。そんな人の娘さんなんていい子なわけないでしょ。ママだったらもっと他の子を応援したいな。ママははるかちゃんのお父さんに会ったことあるの？え？あるわけないでしょ。ママは会ったこともない人を勝手に悪い人だって決めつけちゃうの？何を言い出すのよ。変なこと言ってママを困らせないで。そんな悪い子もう知りません。まったく、ヤクザに育てられた子がいい子なわけないでしょうに。あの子はるかのファンだったのか。なあお前。え、な、何？お前ははるかのファンなのか。そうなんだ。俺もはるかちゃんをずっと応援しててな。そうだったんだ。おじさん大人なのにはるかちゃん好きなんだ。変なの。おじさん、はるかちゃんのグッズ売ってるところ知らない？前はいっぱい売ってたのに今はどこにも売ってないの。いや、悪いが俺も知らねえな。そっか、やっぱりはるかちゃんのお父さんがヤクザだからかな。はるかちゃんのお父さんはヤクザっていうのをしていた悪い人なんだって。だからママはそんな人の子供もきっと悪い子に決まってるって。最近ははるかちゃんの歌も聞いちゃダメって言うし。そうか、それは残念だな。ところでお前はどうしてはるかのファンになったんだ？昔ね、大阪に住んでた時にはるかちゃんが握手会をしてたの。私んち、いつもお父さん仕事で引っ越ししてて友達が全然できなかったの。それでね、握手した時にどうすればお友達作れますかってはるかちゃんに聞いてみたの。はるかは、なんて言ってた？私も友達作るのはうまくないけど、笑顔でいたらきっとお友達できると思うよ。一緒に笑顔で頑張ろうって言ってくれたの。はるか、そんなこと。うん、それで頑張って笑顔でいるようにしてたら本当にお友達がたくさんできたの。もうはるかちゃんの大ファンになっちゃった。そうか、相談してよかったな。おじさんは、はるかちゃんのどんなところが好きなの？優しいところだな。優しいところ？ああ、あいつはいつも自分より
他の人のことを考えてやれる。あれがあいつの強さなんだろうな、きっと。それ、私もわかる気がする。私ね、握手会が終わった後も、はるかちゃんを見ていたくて、ずっと公園に残ってたんだ。そしたらはるかちゃん、会場のスタッフさんと一緒にお片付けしてたの。それ見てて、はるかちゃんって可愛いけど、すごくかっこいいなって思った。そうか。さすがはるかだな。あれ？どうしておじさんが嬉しそうな顔してるの？そうか。変なの。はるかちゃんのこと話せて嬉しい。そうか。前ははるかちゃんのことテレビで見たり学校で話したりしてたのに、でもあのコンサートでみんな変わっちゃった。悪い人が育てた子だなんて知らなかった。もう応援しちゃいけませんってお母さんも。そうか。それでも私は元気をたくさんくれたはるかちゃんを応援したい。もうアイドルじゃないかもしれないけど、私ははるかちゃんが好きだから。そうか。はあ、でもはるかちゃんのグッズ欲しかったな。せっかくお誕生日楽しみにしてたのに。よし、俺がはるかのグッズを探してこよう。え？おじさんが？ああ、誕生日なんだろ。俺がプレゼントしてやる。本当に？ありがとうおじさん。あ、私あやかっていうの。おじさんは？俺はキリュウだ。キリュウって名字でしょ？名前を教えてよ。カズマだ。カズマさん、はるかちゃんのグッズ楽しみだな。じゃあちょっと探してくるから公園で待っててくれ。時間食っちまった。
殺せやがって。時間食っちまった。いらっしゃいませ。そういえば、ハルカファンの彩香のためにハルカのグッズを探していたな。売っているか聞いてみようか。ちょっと聞きたいんだが、この店に昔アイドルだった沢村ハルカのグッズは置いているか。沢村遥さんのグッズですか。お調べいたしますので少々お待ちくださいませ。ああ、お待たせいたしました。お客様、申し訳ございません。沢村遥さんのグッズはもう製造中止となっており、在庫もない状況でして。そうか、わかった。他を当たってみよう。ありがとうな。劇場前のクラブセガに行ってみるといいかもしれないです。アイドルの写真やグッズを交換したり見せ合ったりしてる人たちをたまに見るので。そうなのか、よく知ってるな。よく遊びに行くもので。すみません、差し出がましいこと言って。いや、助かった、ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
らっしゃいませ。ようこそセガへ。この店ではバーチャファイターやぷよぷよがプレイできます。しばらく寝てろ。アイドルファンってのはあいつらのことだ。片っ端から話を聞いてみるか。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。あ？なんだよおっさん。沢村遥香ってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。沢村って誰だっけ？なんか聞いたことあるような気がするんだけど、俺夏メロには興味ないんだよね。夏メロだと？やっぱ時代はチャート1位のユキティでしょ。俺は常に先端のアイドルを追いかける男だからな。ってわけで昔のアイドルはよくわかんねえや。すいませんね。そうか。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。はい、何でしょう。沢村遥香ってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。あなた今沢村遥香と言いましたか。ああちょっとグッズを探してて。どうしよう。な、何？彗星のごとく現れ、瞬く間に僕らの心を魅了した刹那、突如引退を宣言した伝説のトップスター。あなたはその沢村遥香さんのファンであり、僕の同志というわけですね。ああそうだ。遥香さんの歌に俺も心を打たれてな。グッズとかを集めたいんだが売っていなくて困っているんだ。何か情報とか知らねえかな。うん、なるほどなるほど。確かに遥香さんのグッズは引退騒動もあって販売取りやめが相次ぎプレミア化してしまっている。さらに時間も経っているため今入手することは非常に困難なのです。そんなことになっていたのか。ですが実はつい先ほど激レア遥香さんプロマイドを入荷した店があるとの情報を得ましてね、これからその店に向かおうかと思っていたのですが、あなたに譲ってもいいですよ。本当か。それはどこの店なんだ。ですがあなたが遥香さんファンを装ったただの転売屋という可能性も捨てられません。なので簡単な遥香さんのクイズを出します。それに正解できたら同志であることを認め店の場所をお教えしましょう。わかった、約束だぜ。では問題です。沢村遥香さんがプリンセスリーグ初登場した時に歌ったあの超有名な曲のタイトルはなーに？こんなんじゃないだ。
正解。あなたを同志として認めましょう。まあ簡単すぎましたかね。ではお教えしましょう。はるかさんのプロマイドがあるのは恵比寿屋という質屋さんです。ですが激レアですからね、他にも狙う同志たちがいるかもしれません。頑張ってゲットしてください。ああ急いだ方がいいみたいだな。じゃあ行ってくるぜ。